早回し後藤のフェアリー TV。 はい、札幌占い美容室早回しの後藤です。今回はですね、ヘアカットの展開図とはっていうことについて、ちょっとやってみたいなと思います。ヘアカットの展開図っていうのは、ある一点、ある一点を基準として、その点から立体を作り出していく基準となるカット法ですね。ある一点をまず決め、そこからつながるラインをこう作ってカットしていくの展開図のカット法という形になりますね。セームレイヤーとこういう感じですね。グラデーション、レイヤー、さらにこうレイヤーのスタイルだったりとか、いろんな展開図こうちょっと出てきてるんですけれども、僕もやっぱりヘアカットを覚えたベースというのはこの展開図なんですね。じゃあなぜ展開図が必要なのかっていう部分なんですけれども、まず美容師さん側に伝えやすい、よくヘアカットのヘアカタログの端っこの方に結構こう横側のね、こういうのが載ってて、ここ何センチ、ここ何センチ、なんかよくメンズのヘア型なんか出てますけど、美容師さんの方で共通で分かりやすいですよね、長さの部分が。なんで大体、ここをこれぐらいに切ってこう切ればこうなるんだなっていう、目安にはなると思いますね。あと死体のイメージ、ちょっとしやすいっていうのもありますよね。あとはヘアカットを覚えていく子に教育をしやすいっていうのも一つですね。はい、例えばこのスタイルだったら点を決めますね。一点をこう決めますよね。で決めて、そこからこうつなげていくわけですが、こんな感じに、これはここの点がポイントとなって、展開図をこう進めていくわけですよ。はい、で僕はもう展開図を否定するわけではないんですね。展開図は僕にとってもすごく必要なものでしたし、今現在展開図っていう形では考えてはいないんですけれども、美容師さんに共通するものとしてとても教育しやすい、教えやすい、伝わりやすいものとしてすごくいいと思います。例えばこの長さを、ここに切ればこの位置に落ちるとか、こう切るとこうなるだったり、今ですね、美容師さんの中でもお任せ恐怖症候群美容師さんみたいな、お任せ恐怖症候群、これどういうものかというと、お客さん、お任せね、好きに切って、それは怖いっていう美容師さんとかすごく増えてるみたいなんですよ。これなぜかというと、このベーシックと展開図で終わってしまってる状態の美容師さんが非常に多いんですね。だから自分で応用ができないんです。だからその応用ができないからどうしていいかわからない。だからもう最初の、このある一点ですよね、ここの一点、この一点を決めてしまったらもう全部決まってしまうんですよ、スタイル自体が。そしてその展開図をきれいに切るためには、このシェイプっていうのがまたすごく大切になってきますよね。シェイプが大切ですよね。きれいにシェイプして、きれいに引き出してカットする。はい、これはもうあくまでも美容師さんでカットを覚えるルーツとしては辿っていく必要がある場所ではあるんですよ。で僕もこのルーツは辿りましたし、このベーシックの、展開図、ベーシックカットっていうのをやっていかないとダメなのはダメなんですね。ただ、もっと必要なものあるんじゃないかなっていうふうに思って、うちでは S カット理論っていうのをちょっとやってます。今言ったもの全部共通してるのが美容師さんベースなんですね。
美容師さん側が、長瀬が決めやすいとか、美容師さんがイメージしやすい、美容師さんが教育しやすいだったりとか、まあ、それはお客さんがあってのものなんですけれども、基本的に美容師さんはベースの考えであって、まあ、お客さんにとってはシェーピングがどうであれ、長さはどうであれ関係ないわけですね。お客さんが良ければいい話なんで、いかにお客さんが、可愛く来た時よりも素敵になって、よりお客さんの骨格を生かしたスタイルだったりとか、お客さんの癖を生かしたスタイルだったりとか、そういうのを作っていかないとダメだと思うんですよ。はい。そのために、展開図を否定するわけじゃないですよ。展開図必要です。はい。なんで、展開図と併用してですね、その感覚の部分っていうのを、磨いていかないとこれからはダメなんじゃないかなと。で、特に今これからの、世代の美容師さんっていうのは、まあ、ちょっと昔、僕は今37なんですが、年齢的にもうちょっと一回り若い美容師さんなんかは、やっぱり小さい時の教育だったりとか、まあ、そういう部分だったりで、あまり自分でこう考えて応用して、作っていきづらい、脳の仕組みだったりとか、そういう環境に育ってきた子が多いかもしれないですよね。まあ、全員が全員じゃないと思うんですけど。なので、こう展開図だったりベーシックっていうのはすごく入りやすいと思うんですよ。こう切ってこうやってこうやりますと。ただまあそれだけだと結局ですね、お任せ恐怖症候群の美容師になってしまいますから、自信を持ってカットするためにはやはりある程度感覚の部分、例えばアイスカット理論であれば点と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 点を結んでカットしていく方法があったりとか、はい、まずですね、この展開図でカットしていくときのデメリット一つあるんですね。まずカットして決めますね。で、カットし終わります。お客さんどうですか、ちょっとここが長いから切り直してください。じゃあもう一回切らないとダメなんですね。もう一回切り直していきましょう。で、どうですか、ちょっとまあここら辺が長いと。そうするとまたここで切っていくわけですよ。そうすると時間のロスになるわけですね。で、まあ、結局無駄な時間になってしまいますし、で結局最終的にお客さんの方は言いづらくて、まあ、まあいいですと、まあ、これぐらいでいいです、こんな感じかなっていうんで、まあ、変えられたりとかすると思うんですけど、まあ、その展開図の陥りやすい部分っていうのは、まあ、そういうところなのかなと思っておりますね。はい。なんで展開図をまるっきり否定してるわけではなくて、展開図は非常に大切なものです。それからベーシックのカットも非常に大切です。これはできたらダメです、絶対。ただそれプラスその感覚だったりとか、どうしたいのかっていう気持ちの部分っていうカットがもっと必要なんじゃないかなと。これからはそれが美容室のブランド化につながっていくんじゃないかなっていうふうに僕は思ってますんで、そこを、まあ少しお伝えしていきたいなと思っておりますね。はい。